大森ージ、サンプルボイス。何でもかんでもすぐに答えを教えてやればいいってもんじゃない。やつらだって頭を使うのはあるだろう。あいつらを黙って送り出してやるのも、ロートルの役目だ。少しくらい若いやつらを信じてみちゃどうだね。なあに、我々の出番もそう遠くはないさ。 <laughs> 余裕余裕たく心配しすぎなんだよシミュレーションの俺のスコア覚えてんだろこんな雑魚ども相手にチンタラやってられるかっての未来のエースのデビュー戦その目にしっかり焼き付けとけよようよく来たな今からお前さんに海での戦い方ってやつを教えてやるなーに心配は無用だ俺様の教えをしっかりと守れば この金海での戦闘なんて豆粒みたいなものよ。まあ、大船に乗った気分で聞いてくんなにゃー <laughs> あらかじめ言っておくが、契約はそんなに都合のいいものではないぞ。人間が悪魔になれるわけではないし、全知全能になれるわけじゃない。 私が人間になれぬように。お前は悪魔にはなれない。ただ、私が少し力を貸してやれるというだけだ。はっきり言って、過度な期待は損をする。心コておくべきだ。それでも、構わぬというのなら、私に。 お前の寿命をくれないか決して悪いようにはしないおめえにはおめえの正義があるのかもしれねえけどおめえは俺の友達を傷つけた王族だなんて関係ねえそうやって庶民をケにしやがってだから友達ができねえんだおめえは俺,は俺の正義を貫く。 おめえは絶対に許さねえあいにくとあなたの相手をしている暇はないんです。時間というものは金では買えない。私はもっと有意義に時間を過ごしたいんですよ。私を怒らせているつもりがないのなら、もう少し懸命になったらどうです確かにうまくやる方法は知っていますが。 簡単に教えるつもりはありませんよ。自分で考えなければ意味のないことですしね。それでも教えてほしいならうまくお願いしてみたらどうですか私が何も知らないと思ったかずいぶん見くびられたものだな。わざと泳がせていたことにさえ気づかないお前ではないだろうに。